サボクゼンは日本の俳優、オペラ歌手。本名は三ヶ島一郎。イボ姉は三ヶ島ヨシコ。1894年2月20日、埼玉県入間郡小手差し村来たのに小学校校長の次男として生まれる。三ヶ島家は代々埼玉県入間郡、三ヶ島村の氷川神社の神官だったが、祖父が分家して一家を成した。1901年に 北野小学校に入学する。1902年、父の転勤のため、東京市麻布区の南山小学校に転校。まもなく、東京府南葛飾郡船堀村に移った。1905年、船堀小学校を卒業。京橋のバラハ磨き本舗、東公園へ小僧奉公に出るが、1907年に、船堀に戻り高等小学校3年に編入した。 1909年、高等科を卒業後、牛乳配達や、新聞配達、土工など様々な仕事に就く。この間、苦学して、立教中学校に短期間通ったが中退した。1914年、低劇歌劇部に、第三期生として入り、オペラ歌手として、歌唱法やダンスを学んだ。当時は舞踏家を目指していたが、低劇洋劇部が解散したことにより断念。 小さな劇団を転々とした。1920年、関西に移り、新生劇に入る。1926年、小極祭天下一座に入り、三ヶ島アパレの芸名で活躍。満州、中国まで巡業に出た。1935年、東京へ戻り、経営者の佐々木千里に誘われて、新宿の、ムーランルージュ新宿座に入る。以来、の芸名で、 不け役の喜劇俳優として活躍しているところを小竹に引き抜かれて移動演劇隊に入った。しかし、この頃から左足に激痛を伴う突発性脱走を発症してしまう。医者からは足の切断を進められたが、俳優以外に転職がないと考えていた僕前は、あえて激痛を伴う脱走と共に生きる決意をし、以後は生涯にわたり撮影時以外は、 移動に松葉杖を使うようになっていった。1945年、敗戦後に水野得子の劇団タンポポに加わった。1946年、52歳にして当時37歳だった遠い親戚の女性と結婚。同じ頃、尾崎正久を座長とする劇団空気座の結成にも参加。1949年、空気座が解散すると僕前は尾崎の紹介で、 大野泉映画を泉スタジオに入った。同年、今井忠監督の女の顔にて55歳で銀幕デビュー。山本果次郎監督の脱獄でのひょうひょうとした演技が目に留まり、黒沢明監督の終文にワンシーンながら出演し、存在を印象付けた。以後、フリーとなってからはとぼけた老人役で手腕を発揮し、竜知州と並ぶ不役の名手として活躍した。 黒沢に徴用され、生きる七人の侍など、計七本に出演した。自他共に認めていた代表作は、どん底でのお遍路役であった。1970年、日本グラム本より、老人と子供のポルカで歌手デビューを果たした。1971年、がんのため5月26日に77歳で没した。死の床の際、 最後を見取った妻の意図が、一郎さんと呼びかけたのに、はいと小さな声で答えたのが牧前の最後の言葉だった。映画では、根っからの変人と思わせる自然体の演技で人気を博すが、その芸は、日々の勉強に裏打ちされたものであり、私の芸は、ぶっ倒れそうになりながら絞り出たものであり、自分自身。 芸の世界に入ってからというもの毎日が地以上の苦しみであったと後に回想していた。実生活においても芸能界で1.2を争うほどの変人として知られ、薬草を積んでは楽屋で干していて、五種の野草を煎じた不老長寿の霊薬が入っているという水筒を首から下げ、いつも撮影所に持ち込んで飲んでいた。足が悪いからといって撮影所内では松葉杖をついて歩いていたが、 土屋によると、バスに乗り遅れまいと二人で走った時には、松葉杖を小脇に抱え、土屋を追い越してしまい土屋は追いつけなかったという。撮影所には、いつも妻が同伴しており、妻は、信仰宗教の教祖でもあり、信者は、左だけだった。よく撮影の合間には手を合わせて、お祈りをし、すべてのギャラは教祖である妻に備えていたが、土屋によると時々、あくびをしていたという。 なお、撮影所では常に、よれよれのモンペ姿で、同僚とも離れて過ごし、周囲も干渉しなかったので忘れられることが多かったが、土屋にだけはよく話しかけてきたという。土屋はちょうど郷里の土蔵を取り壊す予定だったが、これを聞いた牧前から、住まいにするから、土蔵を売ってくれと懇願されたという。自宅に、若返り替え天気という、体を固定して、 上下回転するベッドのような機械を据え付けていて、出かける前に必ずこれを自分で操作していち、運動していた。それから、ゆっくりとお祈りし、水筒を下げて、出かけるため撮影が中止になったこともあった。役者になる前は、浅草オペラで、オペラ歌手を務めていた。ムーランルージュ時代に、バラザを主催していた。 千秋美に呼ばれて舞台に出たが、段取りを無視して、シリアスな芝居をぶち壊し、依頼牧前は千秋から恨みを買っていた。服装についても、基本的に着たきりで滅多に服を新調しなかったため、いつもみなりがボロボロで不老者のようであった。また、とっぺおしもない服装で出歩くことも多かったといい、ムーランでの同僚だったアスマチコは、晴れた日に長靴を履き、 雨がっぱを着た上に雨傘を持って、劇場や撮影所に出勤してきた牧前を見て驚き、理由を聞いたところ、夢で神様からお告げがあったからと答えたことに唖然としたと語っている。このような気候やひょうひょうとした個性的な性格から、芸能界随一の変人として有名だったが、私生活でも独自の生活スタイルを貫いた変わり者であったといい、芸能界に何十年も在籍していながら、 プライベートでの芸能人の友人は一人もいなかったという。また、41歳の時に患った突発性脱走が原因で足が不自由になり身体障害者手帳を持っていたが、目前は障害者手帳を持って外出することはほとんどなく、さらに性格や普段からの気候が原因で世間から身体障害者を装っていると思われることも多かったという。激痛に耐えながら、 仕事をする、夫のことを何も知らず、世間が勝手に、さあ僕前は、身体障害者のふりをしていると噂していることに、深く傷ついて、怒りを抑えられなかった人に対して僕前は全く、同じず、逆に、何を怒っているんだ逆だよ。そういう噂があるから俺が助かっているんだよ。役者に病気があるなんて知られて同情なんかされたら、それこそ、 致命的だと糸に笑いながら話したという。牧前と糸との夫婦仲は大変良好で、牧前が外出する時は必ず妻が付き添っていた。牧前は自身の誕生日に夫婦で銀座に出かけるのが恒例で、毎年とても楽しみにしていたという。撮影の際も必ず妻が付き添っており、特に黒沢監督の映画の撮影では牧前が、 徴用されて、7人の侍で何度も、全力疾走したり、生きるで何十回も、NG を出して取り直しをしたため、妻が左足をマッサージしたり、応急処置をするなど、牧禅を献身的にサポートしていたという。牧禅も糸のことを大切に思っており、外出時は何かトラブルがあった時に糸を守れるよう、常に小刀などの護身用の武器を懐に入れていたと、言われている。 夫婦の墓所は、牧前の出生地に近い埼玉県所沢市、堀の内の平野丘、近仙寺近くにある三ヶ島墓園にある。生前は、東京都世田谷区内に在住していた。自宅は牧前が亡くなった後も糸が1996年に亡くなるまで暮らしていたため存在していたが、糸が亡くなり老朽化も重なったため取り壊されて、現存しない。ただし、 その際に自宅にあった門は、墓所の三ヶ島墓園に移設されている。1970年2月10日に、劇団ひまわりの子役で構成された、ひまわり、キティーズをバックコーラスに添えた、老人と子供のポルカを発売。同曲は、当初経済評論家のオバマトシナリが歌う予定だったが、没案となったため、急遽牧前が代役で歌うことになった。これが40万枚を売り上げる。 大ヒットとなり、76歳当時、史上最高齢の新人歌手として話題になったが、牧前は買い取り契約をしていたため20万円しか支払われなかった。翌年には、背景アマテラスサーゴを録音したが、直後に牧前が死去したためレコードはほとんど流通しなかった。牧前は、老人と子供のポルカはヒットするとは全く考えておらず、ヒットした時のインタビューでも、 あやもうおしまい。5月までじゃな、ああははと余裕の表情だったという。なおも歌の収録が決まっていた時は特に体調管理に気をつけており、収録の1週間前から当日までクロロフィルを欠かさず飲み続けていたという。老人と子供のポルカのレコードの収録の際、牧前の歌い方が遅くて、演奏やひまわりキティーズの歌声と全然噛み合わず。 何度も撮り直しをして6時間かけてようやく収録している。しかしこれによりひまわり、キティーズには迷惑をかけたものの、目前自身は疲労を見せるどころか全く平然としていたという。テレビ中継や収録で歌う時も口パクを嫌って地声で歌っていたが、演奏と歌がなかなか噛み合わず、演出担当者が指導しようとすると、機械の方で俺に合わせろ。 と短歌を切り、マイペースで歌っていたという。そこで、演出担当者は、歌が途切れそうだった時はミキサーを調整して流すと、いう手法を使って、本放送をしのいだという。短歌を切る一方で本番で歌い終わった後は必ず、スタッフ全員に、皆さんお疲れさんでしたと、ねぎらいの言葉をかけてから帰ったという。牧前の葬儀の際にはひまわりキティーズのメンバーも、駆けつけ。 老人と子供のポルカの大合唱で牧前を早々した。また、2004年に早川が死去した際、彼の葬儀に際しても地元の合唱団によって歌われた。今日までに老人と子供のポルカは以下の歌手によってカバーされている。他、老人と子供のポルカはこの他にも、幾度か CM で使われた他、テレビ東京系の番組。 出川哲郎の充電させてもらえませんかでの充電切れの時など、様々な場面で使用されている。太字の題名は、キネマ順報ベスト10にランクインした作品員は、黒沢監督作品。ありがとうございます。